最初にね入った人が若いお父さんでしたね。若いお父さんがね、突然彼女の口からね子供の名前を言い出し叫び出したんですよ。若菜若菜若菜のところに迎えに行かなくちゃダメだ、迎えに行って助け出さないと。光も何も見えない。おそらく海の底の方だと思うって言うんですね。地震が来て津波が押し寄せてたくさんの人がねその津波にさらわれて亡くなったんですよ。どれくらい亡くなった？2万人近く亡くなりましたね。うわーっと泣き出すんだよね。そんなに死んだのか。